長崎でなんか裁判が、検証会を、何か裁判で訴えてる、どなたか知らないけど、あって、で、今日、婦人部長が裁判であれだから、みんな、尺幅で頑張ってねって、ビデオ放映の後に言われて、あ、そうなんだ、大変なんだと思って、それで、それからもう、2ヶ月か何ヶ月か経って、あれ、どうなったんだろうって、やっぱり気になってたから聞いたんですよ。長崎の裁判どうなったんですかって言ったら、知らない知らないね。だからもうその時その時さえ良けりゃいいっていうか、その時のことしか考えられなくなっちゃってんだよね。